日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。昨年、西武ライオンズのエースとして君臨していた高橋光成投手。しかし今季は開幕から出遅れると、ここまで7連敗を記録。そして、23日の試合で負けたことでついに8連敗に。苦しい日々が続いています。昨年オフ、メジャーへの挑戦にも意欲を示していた高橋投手。一体なぜ、ここまで不振に陥っているのでしょうか。今回は高橋投手の不調の理由と現在の状態についてご紹介していきます。昨年は3年連続の開幕投手を務めると、勝ち負けこそつかなかったものの、8回1失点と好投を見せ、以降もエースとして活躍していた高橋投手。平均して7イニングを投げるなど、安定感のある投球で低迷するチームを支え、最後はコンディション不良などもあって離脱しましたが、23試合の先発登板で10勝8敗、防御率 2.21、リーグ最多の4完投を記録するなど活躍しました。一方で、オフにはポスティングシステムによる MLB 挑戦について、契約更改で若干揉めることとなり話題に。もっとも、前年の話し合いで設定した成績等の条件を満たしておらず、球団からは容認されずに MLB 挑戦を断念しています。そんな中迎えた今季ですが、開幕投手筆頭候補だったものの、2月7日のブルペン投球後に右肩の張りを訴え、調整がペースダウン。この年初の実戦登板は3月16日の2軍戦となり、6年ぶりに開幕ローテーションから外れてしまいます。2軍での4試合の登板を経て、4月14日のソフトバンク戦でシーズン初登板、初先発となりましたが、6回9安打3四球5奪三振4失点の内容で敗戦投手。その後は四死球を皮切りに先制点や逆転を許す投球が目立ち、白星から遠ざかってしまいます。5月31日の読売ジャイアンツ戦で3回と3分の1後3失点で敗戦投手となり、ライアン・グリン投手が保持していた交流戦での連続登板敗戦投手の NPB ワースト記録8戦8敗後更新。続く6月8日の阪神戦でも5回4失点で敗戦投手となり、青山浩二投手が保持していた交流戦での連敗の NPB ワースト記録9連敗を更新するなど、とにかく敗戦にまつわる記録を更新し続ける結果となりました。それだけではなく、シーズン通して全く勝てず、22日までに7連敗を記録。そして23日のオリックス戦に先発したのですが、この試合でも敗戦投手となり、これで8連敗を記録することとなりました。この日が今季10度目の先発となった高橋投手。2回に2者連続四球、続いて四球として一死満塁のピンチを招くと、9番杉本選手に犠飛を打たれて先制を許し、3回にも先頭の西野選手から2者連続四球を与えるなど制球に苦しみ、1死1三塁から紅林選手に犠飛とされ追加点を許します。渡辺久信監督代行が早々に動き、高橋投手はこの回を投げ切って降板。3回64球を投げ1安打2失点で吉四球は5を数えました。開幕8連敗は64年の安藤俊雄さん、72年の高橋明さんの7連敗を更新する不名誉な球団ワースト記録に。さらに先発としての役目を果たせなかったツケもあったのでしょう。4回からマウンドに登った2番手の中村優太投手は、先頭のセデーニョ選手に直球を左中間へと運ばれる8号をソロを許し、3番手の某高橋投手も無視三塁から太田選手の犠飛で1点を失うなど、悪い流れを断ち切ることができませんでした。打線も投手陣を援護することができず、前日の初回に33イニングぶりの得点を挙げて連敗を5で止めたのですが、この日はオリックス先発カスティーヨ投手の前に6回まで沈黙。7回に西二塁から児玉選手がレフトへの敵陣二塁打を放ち1点を返したものの、その後が続きませんでした。試合後、高橋投手はチームを勢いに乗せることやチームの勢いに乗ることができず、申し訳ない気持ちです、今日の試合に関してはいいテンポで投げることができず、高めに浮いたり引っ掛けたりと
自分の思うような投球ができませんでしたとコメント。また渡辺監督代行は、1勝もできていない焦りもあるし、ゾーンで勝負できない投手は厳しいと出場選手登録の抹消を決断。無期限の2軍調整となりそうです。バトルフィース。このように全く勝てていない高橋投手、確かに今の西武では好投しても勝てない試合は多いものの、高橋投手はこの試合終了時点で0勝8敗で、防御率が 4.4 に QS 率は 30% と、そもそも好投すらしていません。チームが強ければ多少は敗戦数は減っていたとも思いますが、どの道負け越していておかしくない数字なので、こうなるのは当然と言えるでしょう。明らかに昨年と違う姿を見せている高橋投手、一体なぜここまで不調が続いているのか。あるメジャーのスカウトによれば、今季の高橋投手を見て、昨年までと体が変わってしまって、明らかに今の体をコントロールできていない。球速は96マイル約155キロが出ていたけど、コマンド、狙ったスポットに投げる能力に問題を抱えていて、正直評価に値しないと困惑気味に評していました。実は高橋投手、オフの肉体改造で7キロ増の末、112キロにまでパンプアップしており、いわゆる大増量をしています。まるでプロレスラーとまでささやかれるほどでしたが、その体を扱いきれていないというのです。メジャーに挑戦するため、今まで以上にいい成績を残すために肉体改造をしたつもりが、逆に邪魔になってしまっているようですね。確かにボールを見ていると、昨年のようなキレもなく、体もどこか重たそうに見えます。もちろん球速などを上げるために行ったでしょうし、その点は問題ないのですが、球速以外のものを置き去りにしてしまってる状態で、これでは勝負になりません。高橋投手にとってこの肉体改造は良くないものになったと言えるでしょう。またキャンプ時に怪我をしてスロー調整になっていたのも大きな誤算だったと思います。本来キャンプでしっかりと体の使い方を固め、シーズンに挑む予定だったでしょうし、怪我の影響で満足に調整する時間がなかったのは事実。渡辺監督代行としても一軍で投げる中で調整してほしいと思っていたと思いますが、残念ながらその思いは届くことなく、今回2軍調整を決断したと思います。昨オフと契約更改で球団に対し、2年連続でポスティングシステムでの MLB 挑戦を直訴し、今季は夢実現の意味もあって30試合200イニング登板、全ての成績でキャリアハイを目指すという思いを持っていた高橋投手。しかしこのままではキャリアハイどころか、キャリアワーストのシーズンになりかねません。2軍でしっかりと調整し復帰を目指してほしいですね。とはいえ西武にとって高橋投手の誤算は大きな痛手となります。現在の西武は平良投手と竹内投手が怪我で離脱、松本投手と某高橋投手はリリーフに回り、計算できそうなのが今井投手と隅田投手のみに、青山投手や渡辺投手なども出てきてはいますが、まだ未知数な部分があり、自慢だった先発陣に陰りが見えてきています。ただでさえ頻打やリリーフできついのに、先発までいなくなるといよいよお手上げ状態、球団のシーズンワースト記録も現実味となるかもしれません。そうならないためにも若手の台頭と高橋投手の復活は絶対に必要です。しっかり下で調整して西武を再び支える投球を見せてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。